はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました本当にありがとうございます。はい、今日は一人です。釜を持ってご神木のとこにやってきました。中の方に入ってですね、左右だけ、あと目だけと彦映えですね、あの辺を切っていこうかと思っております。もうあっちゃこっちゃです。なんかあっち行ったりこっち行ったりしないたんで、ちょっとゆるゆるっといければと思っておりますが、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。ということで頑張ります。草刈り機であったり、この中楽しみさん買ってくれたりしましたけど、この辺とかね、竹が残っちゃう。ここにも彦映え、ここへ彦映えいっぱいあるんですよね。でこことはまた別に、このあの糊面の一番際のとこですね、結構この辺高さがあるので、ちょっと足元だけ気をつけながら、届く範囲でここに生えてる竹を切っていければと思っております。安全な位置で頑張ります。Thank you.
ましたね。はい、あ疲れた。今3、40分したかな。こっちの中の方のね、ヒコバエはほぼほぼ取り切ったところにまで、もうあとは一番端っこになっちゃうので、こっちはですね、もう崖です。結構な高さです、道路のとこまでね。ちょっと橋入れて、まあ、いけると思うんですけど、だけどそのいけるに慢心してると、いつ滑り落ちるかわからないような足場です。なんか落ち葉がね、いっぱいあって、こう際がちょっと分かりにくいような感じになってるので、もうこれはあまり行かない方がいいね。安全第一で、あともうこっちの方に関しては、あの、なんだっけ、長いやつ、なんだっけあれ、サスマタじゃなくてだっけあれあの、楽しみさんが長いのこぎり使ってるやつ、ああいうのでね、切らないと、もうちょっとどうもならないかなっていうぐらい大きくなってるヒコバエがたくさんです。だからこっちはもういいかな、手つけんだと。はい、じゃあここまで切れたからね。これもすごい太さですよ、これ。よいしょ、よいしょ。釜だよ、釜。ほら、こんな小指ぐらいはある。この断面で見るとね、斜めに切ったところの結構な太さのものもちゃんと研げばね、ほんとめっちゃ優秀。これはさすがに剪定バサミかなとか、あの太枝を持ってこないがんかなと思ったけど、全然頑張れば切れた。あんまり歯には良くないんだろうけど、切れる切れる。あとですね、やっぱり足場がね、もう不安定な状態です。こっちにはもうほぼほぼ入ることないからいいんですけど、私が、今年の冬だっけな、ここ切り株1個抜いたと思うんですが、ここすげえ歩きやすかった。めっちゃなだらかになって、あの障害物が何もないって、周り の、 あの竹とかもね、できるだけ取れる分は取ったので、すごい歩きやすかった。抜いた方がいいね、こういうのね、ない方がいいわ。いっぱいあるんですよ、切り株。でもその新さんがね、またあの切ってくれたばっかりっていうのもいっぱいあるので、まだしばらくは抜けないと思うんですが、もういつかね、これも全部抜いてしまいたい。ほんと何にもない状態にすると、ほんと歩きやすいわ。気持ちいいしね、風が通って。あ、最後にですね、ここハチ取りのやつをつけてたので、これ取って終わりにしましょうか。この暑さで中の雪が完全に干からびてますね、うん、よいしょ。蜂が入ってるっていうような様子はない。ほんとなんかガとかああいうのと、ほんとなんか葉っぱかな、葉っぱとか入らないと思うけど、やっぱ蝶々とかの羽かな、そういうのが入ってるだけだ。まあ、この容器はね、すごく使えるので、さあこれをまんま持って帰って中をまた洗浄して、でこれにあの手作りでねやってた液を入れて、また来年使ったりとかっていう風にしていきたいと思います。便利よこれで入れ物がいいわやっぱ。はい、ということで今日は御神木の中のですね、雑木に生えてるヒコバエね、あと周りの芽だけなんかをしていく作業をしていきました。もう蜂の方のやつもね、回収しておきたいと思います。でここね、さっき言った切り株抜いたとこだけど立ちやすい。なんだこの最適さ、全然違うわ。またねして、あの楽しさがね、木を切ってくれて枝を下に落としてるので、その歩きにくさもあるんですけど、いやにしてもやっぱ整地するといいわ。山の中でも整地した方がいいわ、ほら。あ、快適。ということで、今日は、釜を使っての作業でした。やっぱ影の中とはいえね、やっぱ少し暑かったです。まあ、もうだいぶ朝晩、あの、秋の風が吹いてきたなっていう感じがしますね。あの、一番暑い暑いって言ってた時は、やっぱ熱風が吹いてきてるなっていうのが分かったんですけど、作業中ね、暑い、風が吹いても暑いだったけど、最近は日差しは暑いけど、吹き抜ける風がだいぶ涼しくなってきたように感じます。
まあまあでもまだまだね熱中症対策していかないと、まあ、危険な暑さには変わりないので、まあ、皆さんもくれぐれもお気をつけてお過ごしください。あと麦わら帽子新調しました。楽しみさんが買ってくれた子供たち3人とさ子供たちと2人なんで子供たちとねお揃いです。母ちゃんと同じ色にするっつってねみんな紺色でみんなかぶって外遊びしてますよ。ていうかね、また明日も麦わらかぶって頑張りたいと思います。最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。